はい、ご飯作ります。今日はエピトシトンを作ります。引っ越しして食材の仕入れ先を開拓していたところ、めっちゃ魚介類に強いお店を見つけたので、今回はエビを購入してエビトシトンを作ります。前の家ではあまり使わなかったのでね、美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
はい、エビとじ丼の完成です。非常に美味しく仕上がりました。うまいです。天つゆなんですけど気持ち濃いかなと思ったので、それは調整してみてください。甘さが足りなかったのか、もしくは旨味を詰め込めばだいぶ変わると思います。市販のちょっと高い麺つゆ使えばそれは解決するのではないでしょうか。にしてもやはりとんかつのようなこれ系のカツ丼はうまいですね。あ、カツ丼みたいな作り方の料理はうまいですね。まあ、そう考えるととんかつ煮込んだ時に出汁出てうまみ入るからってことですかね。まあ、そう仮定するならば、エビの場合は天つゆにうまみ調味料をちょっと加えてあげればいいのかもしれませんね。市販の麺つゆは多分そのうまみ調味料入ってる可能性高いので、普通にだから水で薄めで作れば、まあエビでも問題ないのかなと思います。まあ、アミノ酸ってとこですかね。まあ、逆に使いやすいから、まあ、入ってるやつの方が今回の料理には向いてるかもしれません。まあ、今回の感じだととんかつだったらまあ大丈夫かなみたいな、その肉のうまみで、まあ、その塩のとがりとかが消えてる感じになると思うんですけど、まあ、自分はうまみ調味料を使いたくないっていう、そういう方は今回のようにカツオでもいいし、昆布とかそういうのを入れてじっくり煮て、あ、麺つゆ作ってうまみを出してあげてください。今回のうまみはサバカツオの昆布節、あれちょっとしかうまみ出なかったのでもっと入れてください。今回のレシピはエビフライ、残った後とかでも良さそうです。か天ぷらでもいいんですけど、まあ天ぷらの方、まあ今回天ぷらなんであれなんですけど、エビフライでもいけんじゃないかなと思います。まあエビだけだとどうしても飽きてくるから、いろいろあるとより美味しくいただけるかと思われます。今回は以上となります。美味しかったです。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとメインチャンネルおうちめん TV の方もよろしくお願いします。それではまた。